うさぎ放送局アフタヌーンエクスプレス。鉄道動画コレクションサクッと編。まもなく4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場に列車が参ります。危ないですからご注意ください。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返り、ぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は、ダイヤ改正で廃止。茶屋町駅に到着した115系普通列車琴平行きの動画です。はい、今回は、琴平行きですね。3月のダイヤ改正で廃止が決定いたしました、瀬戸大橋線の瀬戸大橋を渡る区間の普通列車ですね。小島から先の列車、撮影に行ったとね思いきや、実はそうではなく、たまたま行ったら琴平行きだったという感じです。はい。正直な話ね、岡山駅に撮影に行こうと思ってたんですけれど、急遽ちょっとね、予定が入りましたので、そこまで行けないっていうことで、茶屋町駅に行って、1時間ぐらい撮影したんですけれど、ちょうどそのね、もうね、115系だったら何でもよかったんですけど、そしたらね、琴平行きだったという感じで、はい。最近ちょっとね、115系の動画出てなかったのが、115系の動画素材が枯渇してたんで、もう在庫切れだったんで、何でもいいからね、撮影しないとって思って、撮影したのが、たまたま琴平行きだったっていうだけです。はい。で、琴平行き、撮影したんですけれど、でね、今回、茶屋町駅に撮影に行きました。で、日曜日に撮影行ったんですけれど、やっぱりね、もう廃止になるということで、撮影されてる方がね、はい、結構いらっしゃいました。で、この列車の前に快速マリンライナーとか、撮影してたんですけれど、この琴平駅がね到着する、ちょっと前からね撮影される方とかが、まあ、大勢ではないですけれども、ちらほらねいらっしゃいまして、で私はまあね、琴平駅に限らず何でもいいからね在庫をね貯めないといけないので撮影をねどんどんしてたんですけれど、やっぱり皆さん琴平駅とかこのあと JR 四国のね6000系行きますから、こちらが多分メインだったのかなと思うので、なのでそんなにねガツガツはね撮影されてない、私だけどんどん撮影してたっていう感じ。まあ撮影多分するかなとは思うんですけれども、構図とか決めるためにも本命の列車のように前に前の列車もね撮影するっていうねことはあると思われるので。うさぎ放送局でまあ皆さんね、大体の皆さんというか多分なんですけど、写真だと思いますね。なので写真撮られてたみたいなので、で私はね今回も、まあ、普段、基本的にはビデオカメラではなくて一眼の、ミラーレス一眼を使ってるんで、見た目はまあ写真撮ってるみたいですけれど、ただまあマイクもつけてますし、あともうね写真撮られる方と動画撮る、場合とではもう本当に撮る場所が違うというか構図が全く違うんで、写真向けの構図と動画向けの構図と、だから撮るね位置が全然違うんですよね。写真撮られる方とかは結構ホームの先端とか行かれるんですけれど、動画の場合はホームの先端まで行っちゃうと、その通過した後にやっぱり駅に停車発車も撮りたいんで、そしたらね、遠くなったりとかするんで、どうしても停車位置に近い部分で撮影したいっていうのがあって、なので多少ずれるんですよね。で、私は例えば、今回の琴平駅だったら、停車位置の近いところで、でしかもねやっぱり入線を撮りたいのかなっていうね皆さんあるので、撮影ねされてる写真多分だと思うんですけれど、撮影される方は皆さん岡山寄りというかね、そちらで撮られてました。で私は、入線してあと発車も撮りたいので、そうなってくると先頭位置ですね、だから小島寄りの方が都合が良かったんで、私だけ小島寄りで撮影してて、で入線してくるところを今回みたいに望遠で撮って、で止まったところでね撮影そのまま継続して、で発車するところでね発車していくところも撮ったっていう感じで、本当に撮影位置が違うんで、はい。でだからまあちょっと被らないのでそれはそれでいいんですけれど、うん、で私はね基本的にスチールというか写真はもう撮らないので、まあ、撮らないというか動画の合間に動画の今回みたいな映像に使う写真は撮りますけれど、作品としての写真はね撮らないので、なので本当にもう全く違う位置で撮影してて、であともう一個がこの115系の琴平駅ですね、到着する前後に宇野港線の折り返しの列車がね到着するので、折り返しの列車もねやっぱりね貪欲に撮影したいんで、そしたらもう絶対に小島寄りじゃないと撮影できないので。ね、宇野の方から入ってきてで折り返すだけだからね、なのでもう必然的に位置になったっていう感じで、はい。うさぎ放送局、そんな感じで今回はねもう配信近いので、撮影される方もたくさんいらっしゃいました。茶屋町駅で、撮影した115系普通列車琴平駅の動画でした。ちなみに先ほど言いました6000系ね、この後小島の駅ですれ違いのようにね発車するので、なのでこの後6000系来るはずなんですけれど、先ほども言ったように私ねこの後用事があってすぐ行かないといけないっていうのもあったんで、6000系はね撮影しておりません。まあね、これが私のいいところというか強みとかいうことかなと思うんですけれど、普段からもうたくさん撮ってるんで、6000系のね岡山ねエリアの列車とかも撮影ねいっぱい撮ってるんで、まあ強いてそこまで予定をキャンセルしてまで、まあ、撮らないといけないっていうほどでもなかったんで、なんでまあねいいかなと思って、撮影はしなかったです。はい。だからねあそこで帰るっていうのはね他の方から見ればね不思議に思うような感じ、まあ、帰るとか帰らないとか多分ねあんまり撮影されてる時とかね他の方のね動向とかはあんまり気にされないとは思うんですけれど、はい。まあまあそんな感じで今回はね6000系の岡山行きは撮影しなかったんですけれど、まあ6000系はねどうせ岡山行きは無理でも四国に行ったらねいくらでもってことないけど撮れますのでね、はい、これからもね、はいという形でちょっと今回は雑談というか動画振り返りが長くなりましたけれども、狭山町駅で撮影した115系普通列車琴平行きの動画でした。また先ほども言ったように狭山町駅で何本か撮影して、まあ、115系ねそこまで在庫は増えてないんですけれど、なので、またタイミングを見計らって先ほども言ったように岡山駅でね撮影したらいくらでも撮れるんで岡山駅で、ね、撮影しようかなと思っておりますので、で、狭山町駅でやっぱり狭山町駅なんで快速ねマリンライナーとか先ほども言ったように宇野港線の列車ね213系です撮影しておりますので、また順次出していきますので、よかったらチャンネル登録していただいて、で他の動画もね見ていただけると嬉しいです。また今回の動画良かったなとね思っていただけましたら高評価グッドボタンを押していただけると嬉しいです。まあそんなにね大したことないわダメってね思われましたら遠慮なく低評価を押していただいても構いませんので、評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。